せーの、おはよう。太郎くんです。きなりです。ゆめです。イエーイ。せー、今回の企画は学べるだけで組体操をしようです。よいしょー。ルールはもうすごく簡単で、はい、学べるを聞いて組体操をするんですけれども、はい、正解に近ければ成功で、間違ってればその完成形を披露して次に進めるっていう企画になります。皆さん準備はいいですか？はい、はい、ちなみになんだけど、はい、3人だったら失敗ってことはないと思うんですけれども、はいはいはい、できなかった場合は罰ゲーム用意してあります。ええー、はい、ちょっとマジですか？できますよ、ちょっとできるできるできるできます。なんでそんな余裕？ちなみに罰ゲームは愛のケツバットをしますんで。愛のケツバット、痛いやつだ、はい、第1種目目、はい、マンモス用意。ちょっと待って、スタート。わかりました。わかんない。はいはいはい、俺のここからこう垂れるんや、こうこうほら、こう角を表すとやって、ここ、ここ、ああ、で、ここに乗る。残り30秒。正解。ただの正解やばいやけど。いやー、やばくね。俺最初からあれ分かりましたみたいな感じで適当に言った。あ、でも忘れてない？制限時間1分ではね、成功できてないから失敗です。先やればよかった。いや、俺言ってたよ。先言ってたのに。お前が何もそんなし始めたから。はい、罰ゲーム。欲しがりの君たちにね、愛のケツバットを。ゆめちゃんには優しくいくかと思ったわ。しっかりと言ったね。しっかりと言ったね。2問目、スーパーカブト。ちょっと待って。いきます。よーい、スタート。どうですか？早く。あぐらかいた人をここで持ち上げんねん。あぐらかいてる状態の人。いや、無理でしょ。エリエリのも聞いてみよう。まず残り30秒。肩車。スーパーカブト。残り10秒。ゆめちゃん、ゆめちゃん、どうぞ。2、1。ちょっと1分じゃ足りないんで、もう1分足す？ああ、ちょっと頼んでもいいですか？お願いします。ちょっとそれは無理だね。お願いします。図が高い。お願いします。いいよ。よし、じゃあ残り1分ね。1分プラスね。カブトってあれですよね、5月のやつですよね。5月の男子の節句用やつですよね。何言ってんの。下ネタやめてもらって。5月の節句って何？5月の節句は5月のキスよ。それちゃいます、ちゃいます。だからやっぱ私はひな祭りの男子版ですよ。祭りの男子版、ひな祭りの男子版。ちょっと一回やってみて。よーい、スタート。横向きに土台行くの。あ、そうです。なんかすごく嫌や。横向きにこう、あれ、ここら辺に座ってみてください。これ土台ってたどくんじゃん。あ、そうそう。え、こっちに剣があるんで、これ剣です。あー、行きました。絶対違う。絶対違う。こんなほら、ちょっと笑ってるから。降りろ、降りろ。終わり。そちら失敗です。ですよね。当たり前やろ。だってさ、5月の節句やん。ゆめちゃん、さっきからその5月の節句ってピンときてないからやめてもらっていい？100回ぐらい言ってるけど何か分かってないのよ。5月の節句、カブトですよ、カブト。彼女？彼女。話が伝わんなくてかわいそう。俺らだって子供やもんな。うん、4歳児やから。こうやるんですよ、緑が真ん中で。ええ、その上、ちょっと待って、辛い場所ばっか俺でやろう。いった。
じゃあ、一旦失敗したんでね。ちょっと待って。あ、そうやな。うん、罰ゲームしましょうね。なんかさ、この絵やばい。やばいよな、なんかみっともねえよな。マジで。怖いよ。怖い。ちょっと私にも当たってる。思いついた。何ですか。ほんまに分かったっていう人一人の指示でやってみる。あ、もうその人のね、最初にあ、これだって言った人から。はい、行こう行こう。第3問目、はい、はい、スーパーデルタいきます。よーい、スタート。デルタって何。まずデルタは三角形よ。おっしゃ。あ、はい、お、はい、タコくんの足踏んじゃっていいから。それは俺が決めることじゃないの。こうやってこうやってこうやってこう。俺なら言うわ。じゃあ相馬さんと言って2人。そうそう、どういうこと。ちょっと待って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 
デストさほんまに嫌やからさ、私ガチでいきますわ。さっきまでガチじゃないみたいな言い方だったリアルもっとガチ、リアルガチ、リアルもっとガチ、そうやな、出川さんやな、それ頑張ろう。5問目、3人サボテン。それなんか聞いたことある、サボテンはわかるやんな。ちょっと待ってください、うわー怖い怖い。じゃあ2分いきます、よーいスタート。時間サボテンってさ、普通さこう肩車してさこう乗っけてこうやんか、はい、3人サボテンは下が2人なんで、でここに乗んねん。おーすごい、そういうことや、完璧、それや、すごい、あれはね、鍵か。じゃあ私もやるわなんか自動的にそうやで、たぶんここに乗るとで、ここを支えるんやね、ゆきで私からさ行きましょう。なんで笑ってんの圧倒的膝の弱さやん口振ってまた触られると、無理や、楽なやつ、前に出て手離れて手離れて、で膝ピンとすんで、ピンとちゃんとゆめちゃんから膝ピンとしてんねん、ゆめちゃんが膝ピンとしてあかんねんで。残り15秒、手離れて手離れて、はい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 、おとりで成功しました。エニアリが膝こすまくなかったらもうちょい早くできてた。膝もわかんのじゃあ行きましょう。行けるかい。ご褒美とかないんですか。おご褒美はあの私からの愛のメッセージです。おー嬉しくね。嬉しく、え、ケツバット足りない。足りてます。嬉しいですね。どんなメッセージを。よく頑張ったね。楽しかったですね。そうね、なんか一個完成させれた時の感動はすごかったな。カブトもすごかったですし、なんかスーパーマンモス、マンモス、マンモス、ね、マンモス、スーパーマンモスなんかあったっけ。普通のマンモスだね。あ、マンモス影響されてる。はい、ということでこの動画面白いなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。最後楽しい動画たくさんありますので見てみてください。せーの、待ってみよー。